美味しい。手間と時間をかけて牛乳本来の味を実現。2030年までに放牧酪農への転換を目指して今進めてます。日本ではわずか 2% 程度しかない放牧酪農に挑戦。地域からも一掃される牧場を作っていきたいなと思ってます。久保光介が見据える広島の未来とは。酪農家の一日は早朝に牛舎の掃除をすることから始まります。牛乳って牛が人間のために出してくれる飲み物ではなくて、やっぱり自分の子供のために出すものなんですね。それを僕たち人間がもらってるというものです。この子たちが生きている間はやっぱり少しでもいい環境で、暮らせるようにしていくっていうのを大事にしてはいます。そう語るのは佐護谷牧場の3代目久保光介さん。やっぱりすごい、やっぱり感情豊かだし、一頭一頭性格が違うんですよね。かけがえのない存在です。豊かな自然が広がる佐伯区雪町で80年以上続く佐護谷牧場。広さ35ヘクタール、マツダスタジアム7個分の広さの牧場にはおよそ120頭の乳牛がいます。自然が豊かで、住んでたあたりも近く牛がおったんでなんか本当に地元じゃないですけどホームな感じ。居心地がいいですね。牛乳をもっと身近に感じてもらおうと牧場内にカフェを併設。ソフトクリームやジェラートが楽しめます。甘いで美味しい。牛乳の美味しい理由はやっぱり土作りです。いい牛を育てるためにはいい草が必要で、いい草を作るためにはいい土を作る必要があります。土作りからこだわり抜いて作られた佐護谷牛乳。超高温殺菌だと 2,3 秒で殺菌ができるんですけど、低温殺菌はもう30分ぐらいじっくり作るんですよね。でも味が全然変わってきます。うちではですね、日本で 5% しか作られていない低温殺菌牛乳にこだわって製造しております。コストが安く賞味期限が長い超高温殺菌に比べ、手間と時間がかかる低温殺菌。どちらの殺菌方法も良さがあると話す久保さんが低温殺菌にこだわる理由。65度や85度といった低い温度で殺菌をすることで、極力タンパク質の変性を減らしながら牛乳本来の香りとか舌触りとかそういったものをですね、残した状態で作ることができるというのが、低温で殺菌することのメリットになります。この製法にはこれからもずっとこだわってやっていきたいと思ってます。そんな佐護谷牛乳の味に惚れ込み、20年ほど前雪町にお店を構えた空口ママのミルク工房。こんにちは。母が佐護谷牛乳のすごいファンだったので、はい、子供の頃からよく飲んでました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐護谷牛乳を使ったミルクジャムやどら焼きが人気です。生クリームも牛乳と一緒でとても濃厚なので、泡立てるとすごくもったりとして、どら焼きの生地ともとてもよく合います。牧場を営む家庭の長男として生まれ、幼少期から乳牛の世話を手伝っていた久保さん。小学生の頃に
動物アレルギーを発症しまして、夢だった酪農の道を諦め、東京のプラントエンジニアリング会社に就職。しかし一本の電話が運命を変えたといいます。普段人に相談するような父じゃないんですけど、会社の状況とかちょっと判断を迫られていること聞きながらですね、このままでは事業自体がなくなってしまうんじゃないかなっていう危機感が芽生えてきてですね、帰ろうというふうに決意しました。今佐護谷牧場では2030年までに放牧酪農への転換を目指して、毎年1ヘクタールずつ放牧地を広げていってます。放牧酪農とは、乳牛を牧草地に放し飼いにして自由に行動させる飼育法。きっかけは新型コロナウイルスの影響による経営危機だったといいます。お客様からいただいたお手紙です。牛乳が本当毎週4トン近く余ってきたんですね。でタンクにどんどん溜まってきて、このままじゃ捨てるしかないかなという状況になったんですけども、で、まあ、その時にお客さんからいろんなコメントをもらってですね、佐護谷牛乳なくなったら困るけど助けに来たよとか、本当に多くの人に助けてもらって今があるっていうのを実感して、放牧に向けて動き出したんですけど、やっぱり地域を大事にすることで地域からも一つされる牧場を作っていきたいなと思ってます。牛乳の味だけではなく、酪農の本質的な価値をもっと探り、それを地域の人たちに還元したい。牛がこういった放牧地に自分たちで入って、自分たちでこうやって草を食べて、好きなように歩き回って生きていくことができるんですね。この土地でできた草で牛を育てて、でその牛からお乳をいただくっていうのが、やっぱり本当の意味でのその土地に住むというか、その土地生きていくということにつながるんじゃないかなと思っているんです。ただ日本ではわずか 2% 程度しかない放牧酪農。つなぎ飼い牛舎から放牧に切り替えると、牛乳の取れる量はおよそ半分になると久保さんは言います。日本で一番素晴らしい牧場だなと思っている牧場の酪農家さんから言われたのが、こういう場所になるまで18年かかったよって言われたんです。だから、ああそんなにかかるんだと思って、ああそれはでもやる価値があるなと思ったんですね。やっぱり時間かけて作ったものってそう簡単にはなくならない。年を減ることに、ああなんか変わってきたねっていうのを見てもらいたい。逆境こそ力になる、その言葉を信じ前を向く久保さん。今日はここに自分の苗を植えていきます。酪農っていうのは餌代の高騰で資材の高騰で非常に厳しい状況で、うちも同じなんですね。今後も酪農事業を残していくためには、やっぱり安定した収益源を酪農以外でもしっかり作っておくことが必要だろうということで、いちご農園を始めることにしました。しかし収穫を前に久保さんを悲劇が襲います。言葉が出なかったですね。去年の12月、記録的な大雪が雪町を襲い、ビニールハウスが倒壊。諦めかけたその時、久保さんはいちご農園で喜んでくれてる人の顔まだ見たことないですもんねって言われてですね、確かにそうだなと思ったんですね。ああもう一回やってみようと思いました。動き出したいちご農園の再建。この日50人以上のボランティアが参加し、苗植えのお手伝い。いちごできたらまた取りに来ようね。ね。
地域の人たちが一日中楽しめる牧場にしたい。周りの人への感謝の気持ちを大切にしながら、久保さんは走り続けます。今月から世界の酪農を学ぶためにアフリカとヨーロッパに約1ヶ月ほど行ってきます。放牧酪農への思いが評価され、国際的な農業奨学金制度の小学生に選出。世界の放牧酪農を肌で感じ、今後の牧場運営に生かしていきたいと言います。久保さん、英語は？まあ、英語は正直そんな得意な方ではないんですけど、気合で乗り切ります。この日は忙しい合間を縫って大好きな温泉でリフレッシュ。やっぱうまいっす。僕たちは食べることを通して実は自然とつながっていて、牛を食べる、でその牛は草を食べている、その草は土からできているということは、僕たちも土であるっていうような、この循環の中にいると思うんです。牧場に来た時にここで一杯の牛乳を飲みながら、ふとそういうことに思いを馳せられるような、そうするとなんか心が少し温かくなるような、そして明日も頑張ろうって思えるような、そういう場所を作っていきたいなと思っています。